雑談。私はスマホのゲームをあんまりプレイしません。というよりできません。ゲーム内容運よりも目が極端に疲れてしまうんで。これスイッチの携帯モードにおいても同じです。なのでスイッチはテレビモード専用。手に持てる一台のゲームで長時間遊ぶのは極力避けるようにしています。少し前、仕事環境の変化で目とモニターの距離が60センチ弱になりました。すると目が疲れるのがまあ早いこと。年なんでしょうかね。もともと遠視気味だったのですが、近くにピントを合わせるのが年々厳しくなっているような気がします。目は比較的良い方だったのでまだマシかもしれませんけれど、シンパルテナの開発が終わった頃、極端に目が悪くなったと感じ、名車に行ってきました。測ったら視力 2.0 はありましたね。今まではそれ以上に見えていたということです。ただ今は 2.0 を下回っていることは間違いありません。この前ちょうど測ったら 1.5 両方でした。で、現在の私はモニターが遠い方が良いので、仕事環境では1メートル以上モニターを離しています。これは目の負担が少なくて良いですね。その分モニターは大きいものが必要になりますが、機種の選択肢は少なくなりましたが、だいぶ快適で良かったです。スマブラスペシャル開発時、極端な疲れ目やドライアイに悩んでいたのですが、終わったらかなり改善されました。目の負担を減らす方法はいろいろあります。輝度を落として周囲との明るさを合わせる、応援グラスをかける、目薬をさす、サプリに頼るとか、まあいろんな方法がありますが、結局環境が変わることが一番効くかなとも思います。と言いつつ寝る前に本を読んだりしてるんですけどね。 iPad をベッドの上に吊り下げ、 Bluetooth のトラックボールでページをめくって、眠くなったらその場でストンと落ちる日々です。これはこれで